島本誠、島本誠、島本誠、1924年7月20日から2010年2月16日は、毎日新聞社航空部 OB、二級滑空誌。1924年、大正13年7月20日、島本慶一、復帰の次男として生を受けた。父、慶一の指導もあり、14歳から三つ。 ノーグライダー製作所で働き始めた。密農退職後、感覚空気工業からの派遣実習生として、当時の最先端技術者集団前田貢献工業で実習さらには、大阪毎日新聞、航空部に所属して、生涯を、滑空機、航空機に携わった。別途父と共に、先週航空神社法送会会員として、航空交通、 スカイスポーツなどさらに関連する、あらゆる活動の安全、祈りや、被災者の慰霊のため、京都府や私の飛行神社への参拝を毎年欠かさず、行っていた。島本は、日本の滑空間において、父、島本慶一の哲学でもある、航空機の発達、発展が人類にもたらす輝く未来を予見し、人類の大空を自由に飛びたい心を、幼少の檻から育み、 航空機械の発達、発展に寄与する趣旨により、父の指導のもとを赤くして、滑空機の基礎、仕組み、製造、設計を、つのオーグライダー製作所、前田貢献工業で学び、同時に滑空機の操縦訓練を積んだ。島本の滑空機に対するスタンスには一貫したものがあり、滑空機の置かれる立場はスポーツであってしっかりと考え、その競技、 記録達成に際してはどうしても競技者と裏で頑張る、協力者がある。競技者は、その支援者の力でその光を見ることができるという、信念のもと、島本は自ら滑空機の日本記録に挑戦したい、希望を持ちながら、与えられた機会を活かし滑空機会での指導者、支援者、協力者として力を尽くしたいと考えた。島本の滑空機による日本新記録挑戦は、 叶なわなかったが、彼は、数回の滑空機日本記録挑戦に支援者として参加した。滑空機の操縦指導員としては、日本国内のみならず、中華民国で行われた、滑空機操縦士指導者講習会にも指導者として参加した。島本誠は、若い力を、自らの信念のもと、全能力を発揮して、日本滑空界の流星期を支えた。 島本の滑空士としての技量は高く、またその卓越した指導能力を買われ、時の花形滑空士であった、失る忠雄の助手として活動した。後に、中華民国国民政府、王昌明国家主席、昭和18年当時の要請により、中国初の滑空士指導者講習会が、1ヶ月半に及ぶ期間、中国南京城内、 小坂へ連平上他数箇所で開催されることとなり、日本を代表して、失る忠夫と共に指導することとなった。若干20歳の島本は、若い中国の滑空機の指導者の操縦訓練に力を尽くした。当時毎日新聞社は、高級滑空機欠品電一型機を1機、プライマリー練習機3機を中華民国国民政府に寄贈した。 この時の滑空士指導者講習会が、後の中華民国航空会に与えた影響は大きく、難易度の高い操縦技術、航空機栄光による空中列車での南京上海間の飛行など、進んだ日本の滑空技術を伝えた。1944年、昭和19年、北首派遣軍として軍務につき、第二次世界大戦後は、毎日新聞航空部に席を置き、 生涯にわたり滑空機、航空機と大空への夢を紡いだ。島本の父、慶一は、航空界、航空機に造形が深く、輝く未来を航空機に見ていた。慶一はグリコ聖火宣伝部に在籍時、次のような企画書を作成した。この企画書により、前田貢献で作られた、グリコ号にまつわる話を、息子信は次のように説明した。グリコ号については、 資料も少ないところ架空市保存協会鳥取支部松本洋一による解説で以下のことがわかる。慶一は空中を飛ぶ飛行機は地球の引力の法則で墜落もあり得ることは否定できない。これに対して航空上院の参加を進める仕事に携わるためには自分の子供三人のうち一人は航空事業に参加せしむることが必要という信念で次男魔を14歳。 1938年、昭和13年から三つノーグライダー製作所に入社させ、滑空機の製造や、滑空機操縦訓練に就かせた。その後、慶一も設立に参画し、母体となる、犬石茂薬,薬品工業株式会社が、滑空機の製造に参入を図り、間滑空機工業を立ち上げるように準備を始めていた。新も入社予定となり、関連会社、前田貢献。 感覚空気工業は開業後、前田貢献参加になる予定に、技術見習いとして、感覚空気工業から派遣された3名のうちの1人として、福岡の前田技研に行くことになったが、数ヶ月後作業中の手の負傷で実習途中で一人、帰還した。感覚空気工業は、三重県伊賀上野に、工場用地を購入、製作機械も一部購入し、人材の手配など準備は、進んでいたが、 終戦により苦しくも解散となった。1941年昭和16年10月、父、慶一は、真が派遣されていた、前田貢献より作業中の手の負傷で、規範を毎日新聞社の航空部に就職させて、この仕事に従事させることとなった。1941年昭和16年1月26日、 日本の滑空士を彩る滑空機日本記録が、生駒山山頂から、相次いで打ち立てられた。その現場に支援者として参加した三津、ノームライダー製作所所属の島本誠は、ある意味で、記録達成の立役者だった。島本は、その所属で、常国流時給滑空士のサポート隊の一員として、滑空機記録達成のため働いていたがその時、時を、同じくして三津。 ノーグライダー製作所所属の行員ながら、大阪飛行少年団共感混合官に急滑空誌が操縦し、東洋金属木工のアカシア式兼ウ一型機で新記録に挑戦しようとしていたグループがあった。朝鮮半島出身の混合官は、日本人からの差別の目を感じながら、不屈の闘争心で記録達成に挑戦しようとしていた。彼の周りには、同じ密脳所属の同僚、 大阪飛行少年団有志、堺水上飛行学校の友人たちが、朝鮮半島出身の友人と共に、彼が登場する滑空機の調達、修理、飛行訓練、記録挑戦のための生駒山での支援サポート隊と、金校館への日本人の多数の協力者があったことも、事実だった。午後7時25分、常国竜二滑空士操縦の密納301型ソアラーは、 発行した。この時、混合間のサポート隊は大変な問題に遭遇。その解決は絶望的だった。生コマ山という地の利を得て、最適の風を捉えるため季節を選び周到に用意されたはずの準備に致命的見落としがあった。生コマ山上まで機体を運び、同じホテルに滞在し同じ水野の従業員が二つのグループに分かれ、それぞれの機体を 点検整備して準備を終えた後に、根校館グループの大阪飛行少年団学生、林が発行に必要なゴム柵を忘れてきたと報告した。この機会を逃せばいつ発行に適した気象配置と風が得られるかわからず、同じく日本記録を狙う水の常国グループからゴム柵を借りることは到底できない相談であることは根校館にはわかりすぎるほどわかっていた。 責任を感じた大阪飛行少年団林学生は、このことを、ミノーグライダー製作所所属の島本に相談し、ゴム作対応を申し入れた。島本は、滑空機の記録挑戦においてもスポーツマンシップに、ノットリフェアに戦いたいとの考えで、ゴム作対応に同意、混合間の県運一型機は、ノーグループのゴム作により、 ネね国滑空士登場の密の301型ソアラーの発行後約50分遅れで無事発行した。つね国竜次級滑空士は午後5時55分立てずに着陸10時間33分30秒の滑空機対空日本新記録を達成。そのわずか2時間ほど後午後7時50分今後艦による11時間40分の日本新記録で記録を塗り替えられる。しかし、 常国隆に二級格空士も獲得高度3600メートルの未公認ながら立派な日本新記録を残した。根高官の達成した記録は島本のゴム作対応抜きには実現できず満16歳の島本にその権限があったとも考えられない。独断とも言えるこのゴム作対応は明らかに密のオーグライダー製作所の考えと食い違っていた。このことについて 島本は何も語らなかったが、平成になり、滑空士保存協会、河辺真一の取材に、後に、水野を辞めた、原因の一つであったと思い口を開いた。同年、水野グライダー製作所を退社し、数ヶ月の、前が貢献派遣の後に、大阪毎日新聞航空部に入社した。水野を在職中の1941年夏、京都木津川の河川敷で、 滑空機操縦訓練科機合宿が、何は商業校生徒を対象に行われることになり、島本誠は滑空機操縦の指導員として参加した。その時、同校には島本誠の実弟が在籍していた。同年12月にハワイ、新珠湾作戦で日米海戦となるが、当時はまだのどかな環境で木津川には大きな木の橋がかかっていて、 毎日のようにチャンバラ映画の撮影があり、ちょんまげ姿の役者が珍しそうに滑空訓練を見ていた。滑空訓練の休息時間には、生徒が撮影を見学したり、役者たちも滑空機の操縦席に座らせてもらうなどと、厳しい滑空機操縦訓練の中、穏やかな時間が流れた。常国隆二級滑空士の滑空機対空2本、新記録達成の後、 ミズノは新たに1941年2月22日、吉川誠一滑空誌を、ミズノオグライダー製作所が製作したオリンピアマイゼ・5、登録機体番号 A から1522に登場させ、滑空記録挑戦をすることとなった。オリンピアマイゼ・5は、1940年、開催予定であった、東京オリンピックで、正式種目となっていたグライダー競技用に、 制作されていた。島本誠はサポート隊の中で唯一の水野の社員として参加していた。重たい機体を六甲山山上へ人力で運搬する写真が残っている。まだ寒い時期で雪のちらつく中、車が通れない山道を分解された機体を数人、がかりで運び上げた。この時の記録挑戦は六甲山からイコマを越え、 三重県の明野の飛行学校まで 140km の飛行に挑戦すことであった。発行後、水の前関は 2000m の高度を取ったところで急に風向きが変わり直下の西宮に降りてしまった。この時の吉川滑空士のおび空時間は十数分の平凡な記録に終わった。島本誠は十四歳、1 9 3八年から三津のオングライダー製作所に入社し、 滑空機の製造や滑空機操縦訓練に励んでいたが、1941年になり、水野を円満退社後に、前田貢献の参加、系列となった、間滑空機工業株式会社からの派遣実習生として、感社長辞典看護三郎、感社長夫人の辞典中村忠夫、ら3名で、当時、福岡の六本松にあった前田貢献作業場で、 近所の民家に合宿生活をしながら技術習得に携わることとなった。前田貢献では区から一型軍用滑空機が作られていた。1941年9月1日、島本誠は陸軍立ち洗い飛行場で区から一型軍用滑空機の初めての試験飛行が行われるのを目撃した。その時心は前田貢献の社員として機体の組み立てを行い、 テスト飛行に技術的にも貢献した。テスト機は9から1グライダー、2式子型輸送滑空機で、操縦は田中丸春広滑空士だった。初飛行が95式1型練習機による飛行機栄光で行われ、昇降団の接続間違いのトラブルがあったが、修理後順調にテストを続け1週間のテストの後、陸組への領収の運びとなった。 島本誠の証言では9から1は多座の大型グライダーで座席数は6座であ。前田貢健は佐藤博九州帝国大学工学部教授の指導、監修に加え優れた滑空機設計を得て日本の滑空機メーカーとして日本のトップクラスの存在だった。1941年2月に 前田貢献が車を挙げて支援して、滑空機対空日本新記録を受立した川辺忠夫に出会う機会は多くあったが、川辺滑空氏が滑空機対空日本記録を達成した時はまだ、密の所属であり数月の差で、川辺の記録挑戦に参加することはできなかった。この後、作業中の手の負傷により、前田貢献を退社して帰還する。1941年、 大阪毎日新聞航空部に席を置くこととなり、ここで名実ともに日本一の滑空誌し、鶴忠夫と出会うことになる。年は若いが有能な島本の素質を見抜き、心し鶴は島本を可愛がって女子として身近に置いた。1941年5月18日、生駒山山頂付近に長さ400メートル、幅120メートルの滑走場が完成した。 当時は、この滑空場から発行して滑空した鉄の飛行場を着陸するのが一般的で、着陸した機体は、いこま山のケーブルカーが営業を終えた後、分解された機体をケーブルカーの軌道を利用して運び上るという困難で、辛い作業だった。おまけに時間がかかりすぎていた。当時のグライダーは、滞空時間を伸ばすためには、冬の限られた時間と気圧配置に左右されていた。 ベストシーズンに何とか発行回数を増やしたい。心差しは、奥の手を考え、島本に指示し実行した。その計画は、縦津飛行場に降りてきた機体をそのまま、飛行機栄光で、発行、空中列車状態で生駒山上空で切り離し、生駒山滑空場に着陸させようとの計画であった。一見良い計画のようで島本誠も、 滑空機で飛びたい一心で計画は実行されたが、生駒マ山上空の気流は不安定で、簡単に生駒マ滑空場に着陸することはできなかった。全く命がけの飛行で、島本誠は、なんとか生駒マ山滑空場に着陸することができたが、この一回のみで、その後飛行機栄光での滑空機搬送は行われなかった。また、シるルタは、 自動車によるグライダーの栄光発光において、日本最初の滑空士であった。1935年、昭和10年6月6日、シツルタダオ登場の旧ラ大アソ号により機種に、直径 3mm、長さ 200m のワイヤーロープを持ち自動車に、連結、タコ上げの容量で高度70から 80m 上昇したところで鋭作から離脱し自由滑空の後に着陸した。これが、 日本搬送飛行連盟が、多鉄陸軍飛行学場で行った、日本初の自動車栄光による、滑空機発行の成功となった。同年6月18日日本搬送飛行連盟は、大米航空部員、松下弁に飛行士登場の13式、陸上練習機、国水義勇飛行隊、第23号機と、シツルタダオ登場の阿蘇号を、直径3ト、mm、ル。 長さ150メートルのワイヤーロープで連結し午後3時29分立鉄飛行場を離陸空中列車状態で250メートルの高度を保ち大阪方面へと飛行上東連平城から天守閣の南を横切り北浜道頓堀の上空を通過再び立鉄飛行場に帰り上空で栄光策を切り離し阿そごうは3時55分着陸した飛行時間 26分でこれもまた、シツル・タダオ・滑空士が達成した、日本初の飛行機によるグライダーの発行、空中列車状態での栄光飛行であった。島本誠の美貌メモによると、シツル・タダオ一級滑空士に対して中華民国、国民政府国家主席、行政委員長、王政英、王長明より、感謝状が贈られた時に補佐役の指導者であった。 島本誠二級滑空誌にも同じく感謝状が国家主席より遅らだ。この時期は5月14日にはアッツ島にアメリカ軍が上陸し30日にはアッツ島玉砕などの悪い情報があったがまだ空軍の挙げる戦果は大本営の発表を見る限り大きく伝えられていた。法政大学留学と日本留学の経験もあり新日課の王政へ。 王長明行政委員長は、大東亜共栄圏の一翼を担っていた。王は1935年11月1日、暗殺者の銃撃を受け三発の銃弾を受けた。弾は9を外れたが、うち発の弾が取り出せず、この古傷がもとで1944年11月10日に、名古屋帝国大学医学部附属病院で隠しした。1939年8月26日、 羽田空港を飛び立った毎日新聞社有航空機、日本は世界一周に成功、工程五万二千八八百十六キロメートル、所要時間百九十四時間した。大阪毎日新聞社航空部長、大原武雄親善団長に、貴重な顔準備、副総重視、吉田主義を、機関士、通信士八百川調査区、通信士、下川一技術員佐伯博市、 通信士、佐藤信貞、以上7名の乗組で、日本人初の2対応を無着陸横断となる。日本が世界一周飛行中、ヨーロッパで第二次大戦の先端が開かれ、2年後には日米の開戦と続く。日本という機体名は、全国の公募で決まり、同時に世界一周大飛行の歌がレコードになり流行した。日本語は、本場機録設計で、 三菱内年機在職時に海軍の依頼で偵察機として設計された。完成機は航続距離や安定性など高い性能を示し、96式立航として採用された。同時に軍用装備のない輸送機として作られたのが日本号で後に明星と名前を変えた。世界一周した当時の銀色の機体は戦時下のため塗り替えられている。 1941年後半から毎日新聞航空部に在籍していた島本誠は日本が明星と名を変えた毎日新聞社勇気に乗組員として登場したその後島本は1944年王将により軍務に就いた1944年になり島本誠は現役兵として北朱派遣軍第133師団付きの 野戦倉庫勤務となり、慣れない、群馬調教など都会暮らしの間には、辛い毎日が続いた、シンは、軍務の間にも常に、グライダーのことが頭から離れなかった。当時国内において、空挺部隊が編成されたことを知り、内地において、前田貢献工業在社時、日本最初の6人の両型滑空機1号機の製作に従事し、 福岡の立ち洗い陸軍飛行場で爆撃機の栄光による試験飛行に参加した経験を生かしたいと中隊本部に航空隊転属を志願し申請書と共に二級格空士の免許証を添えて部隊に申請したが各地に移動転戦の後終戦を迎えることとなり免許証は行方不明のまま手元に戻ることはなかった第二次世界大戦後国際航空連盟 ファイは、国際グライダー選手権大会を2年おきに開催し、その参加資格を次のように決めた。国際滑空気象保持者でその要件は、国際グライダー選手権大会は、滑空機会のオリンピックとも言える大会で、グライダーの党とも称される、呼吸州大学名誉教授、佐藤博が戦後滑空会の復興を願い、 国際グライダー選手権大会参加を強く願ったが、資金難と共にこの国際滑空気象保持者が日本にはいなかったため、出場参加できなかった。戦後第5回目となる1956年のフランスサニアン大会にやっと、お台サム滑空士が、銀賞の国際滑空気象を日本人として初めて取得して大会に参加、機体整備士として、養鶏里志義氏が派遣された。 島本誠は、1989年、平成元年6月30日、東京の航空ビル内滑空協会を、表敬訪問の折、滑空協会雲井、桜井の両者の面談の上、長年の滑空会における功績により、この国際滑空気象金賞を名誉受賞した。島本誠は、父、敬一が、二宮中八の飛行機会の評議員として、 女性していた経緯もあったが、空を飛ぶ飛行機であるがゆえに、墜落事故の絶滅は永遠のテーマであり、航空界の発展を願い進める、立場の者が忘れてはならない課題であるとの考えを、父親と共に共有し、二宮中八が日で航空機事故による犠牲者の異例のため、自ら、神主となり混流された京都府や私の飛行神社に、先週航空神社法送会会員として、 毎年必ず参拝し、航空機の安全、航空事故被災犠牲者の慰霊を続けていた。この参拝にはもう一つの意味があり、父、慶一が、二宮中八沖が描いた直筆、カラス型滝発明の掛け軸を、京都府八幡市の飛行神社で、二宮中八王未亡人により排除した。その掛け軸は息子間に引き継がれ、次来航空神社への参拝を欠かさなくなった。 この二宮み十八用直室の掛け軸、カラス型起発名の図は、島本誠より、先週航空神社へと奉納されたが、公開されることなく大切に、偶児本宅の書棚に保管されている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。